ぎの仕事だよ。仲間のドローンが何者かに攻撃されてる。座標の場所に行って犯人の正体を突き止めてほしい。詳細は添付してある。このままでいいのかよ！
トランスミッター、懐かしいな。知ってるの？2020年頃はこいつで海賊放送をやってたんだ。ほら、警察無線に爆音でハードコアパンクを流してやったんだ。なるほど、ラフェンシムはこれでドローンをハックしたんだ。B、急ぎの仕事だよ。仲間のドローンが何者かに攻撃されてる。座標の場所に行って犯人の正体を突き止めてほしい。詳細は添付してある。ん？だから言った。殺すよ。懐かしいな。2020年頃はこいつで海賊放送をやってたんだ。警察無線にバフンでハードコアパンクを流してた。なるほど、ラフェンシムはこれでドローンを発掘する。ああ、その通りだ。よく分かったな。情けないね。しっかりしな。
クサクサ。アンテナの件、よくやってくれた。世の中には才能を無駄遣いする奴が多いが、お前は心配なさそうだ。モスキートのルートはこれで確保できた。仕事は完了だ。ご苦労だったね。機関兵がいるの。中から銃声が聞こえたらしい。状況を探って私に報告してくれる？今詳細を送る。侵略が始まった！
Psychosis have skyrocketed in recent decades, despite improvements in manufacturing design. It is something new in the latest generation cyberware. Get ready for this, kids. Black. All is some mystical barrier floating over the deep. It's actually complex hardware software infrastructure designed to keep AI some access to your gear, among other.自宅に立てこもってる機関兵がいるの。中から銃声が聞こえたらしい。状況は私に報告してくれる？今詳細を送る。侵略が始まった！
ラフェンがバッドランズで誰かを追い回してるらしいの。サイコがどうとか言ってた。調べてくれる？もし相手がサイバーサイコでも殺さないで。できる限りね。実験療法をやっている知り合いに引き渡したいのよ。死因は治療できないからね。詳細を確認して。舐めやがって。
がバッドランズで誰かを追い回してるらしいの。サイコがどうとか言ったら調べてくれる。もし相手がサイバーサイコでも殺さないで、できる限り実験療法をやっている知り合いに引き渡したいので、死因は治療できないからね。詳細を確認して。バッドランズで誰かを追い回してるらしいの。サイコがどうとか言ってた、調べてくれる。もし相手がサイバーサイコでも殺さないで、できる限りね。実験療法をやっている知り合いに引き渡したいのよ。死因は治療できないから、詳細を確認して。バッドランズで誰かを追い回してるらしい。サイコがどうとか言ってた、調べてくれる。もし相手がサイバーサイコでも殺さないで、できる限りね。実験療法をやっている知り合いに引き渡したいのよ。死因は治療できないからね。詳細を確認して。
シナプスは強烈なものしか効かないくらいイカれてるって。哀れな野郎だ。アウトプットがアルバカーキあたりで帰りを待ってるだろうと。こんなことになったとは知らずにな。神経してるの。自分ない働きだ。また頼むよ。ご苦労様だったね。大丈夫？元気ならいいんだ。いいんだって。
往復もやってのける人間離れしたスピード。さらに AI が取引を行う際の判断基準は必ずしも明確ではありません。出資者たちも利益が伸びてさえいれば内容を追ったりはしないのです。ですが当番組ではそうはいきません。オービタルエアーが急上昇した理由は一体何なのか。ズバリ論理的な答えは一つしかありません。 AI は近い将来軌道宇宙飛行の需要が急速に高まると予測しているのです。それはなぜか、世界線や天変地異、ロボットの反乱が発生するのでしょうか。真相は分かりません。データをもとにどんな結論を導き出したにせよ、 AI がその内容を教えてくれることはないでしょう。しかし私たちの世界はともかく解読はいいの。地球の地獄行きが決まった時に月面のチケットを買うにはお金が必要ですからね。言うことなんてないよ。いや、生きるって大変。早く旅に出たい。ジェイクの様子はどうだ。あまり良くない。出血は止められたけど、あのインプラントがないと。どうしたの。ジェイクが撃たれてひどい傷でな。替えの腎臓がいる。問題は釜状赤血球症ってのにかかってて、特殊な腎臓インプラントが必要なんだ。わかると思うが、そういうものはここバッドランズじゃなかなか手に入らない。そういうインプラントはナイトシティの闇市場で見つかるはず。ああ、ダコタが病院にいる知り合いに聞いて、どうにか用意できるとは言われてる。でも町に行くとキャンプの人手が足りなくなるんだ。ラフェンシブがいつ戻ってきてもおかしくない。リスクが高すぎる。ごまかしても仕方ないからはっきり言う。ナービー、俺たちを助けてくれないか。私に任せて。助かるよ。ダコタの知り合いがリトルチャイナの病院で働いてる。インプラントを受け取るだけでいい。金は安全なルートで送るから。分かった。じゃあまた後で。押し売りはごめんよ。ノーマン。
マットだったサンチアゴって男を知ってる？イエス・キリストって男を知ってるか？最近サンチアゴの話をよく聞くな。友達が昔一緒に仕事をしてたの。相当な年のやつだ。確かに彼は伝説だ。俺の心の師匠とまでは言わないが、その当時英雄だったのは間違いない。実際はそこまでの人物じゃなかったと。彼は都会を制したノーマッドと呼ばれてる。そんなのは妄想だ。クランに忠実かどうかそれだけだからな。友人に忠実であることは評価されない。サンチアゴのようになりたいならそれでもいい。友人がアラサカをぶっ潰そうとして一緒に死にやがった。皮肉だろ。かつてノーマッドだったサンチアゴって男を知ってる？イエス・キリストって男を知ってるか？体を改造して最近サンチアゴの話。単刀直入だな。友達が昔一緒に仕事。相当な年のやつだろ。確かに彼は伝説だ。俺の心の師匠とまでは言わないが、その当時英雄だったのは間違いない。早めに頼むぞ。早くしてくれ。早めに頼むぞ。早くしてくれ。早めに頼むぞ。どうしてたの？
生きる理由がなければそれは生きてるって言えない。ローグとはどう？げ、まあぼちぼちね。じゃあ折り合いはついたの？今はお互いを避けてる。でもそれでいいの？カンタオとはあれからどう？今のところは大丈夫。発電所に部隊を送ってきたけど、 AV を落としてヘルマンの護衛を襲ったのはラフェンだと信じきってる。発電所側もその見解で通してるから当面危険はない。どこかで会ったか？シー、売ってるものを見せてよ。どうぞごゆっくり。なあ、そこの人はダコタに頼まれてきたのか？そうよ、例のものはある。ここに第七社のスーパーキドニー鎌城赤血球症用だ。お金は後で。あ、後で、分かってる。もう行く、手術があるんだ。チンピラが襲ってきた。結局、こうなる。今すぐだ。おとなしくしろ。説明できるなら撃たないであげる。それもちゃんとした理由ならね。ダコタとの電話が盗聴されてて警察にやらされたんだ。もうちょっとマシな言い訳をして。サツは腎臓インプラント程度であそこまでしない。本当だよ。ナイトシティにいるラフェン支部の連中を一人残らず捕まえる作戦って話だ。でもダコタは、いいえ、説明するだけ無駄ね。お願いだ、俺は見逃してくれ。関わりたくなかったんだ。仕方なくだよ。仕方なくね。確かにそういう時もある。仕方なくどこを撃たれたい？頭？それとも足？頼む、やめてくれ。じゃあ試してみましょう。間に合うといいけど。
無事手に入れた。間に合ったか、 B。 よかった。何時間かしたら来てくれ。その頃には落ち着いてるはずだ。友達を待ってるから。どうかした？食って飲んで楽しく生きればいいじゃないか。